はい、注目2歳戦のコーナーです。週刊ギャップの和田です。サンスポイターズです。お願いします。はい、おちさんが、こちら夏休みなので代わりに登場してもらいます。はい、来週は新場ぐらいしかないんですけど、先週の、目玉というか注目馬だったキュリオシティが、残念ながら除外の大きめにあってしまいまして、はい、今週の専用の方にスライドすると、ですね、7日の追い切りに福永騎手駆けつけて初めてコンタクト取りました。じっくりと取材しましたけど、どうでしたか、感触は。感触は、僕が、追い切りじっくり見たんですけど、はい、ウッドチップもね、ちょっと前日の雨で湿ってたせいか、ちょっと重くてですね、正直動きはパッとしなかったようにね、感じたんですけれども、実際またがった福永騎手に聞いてみたところ、はい、芝向きの軽い走りなんで、ああいうウッドチップはちょっと合わないのかなという話をしてましたね。とにかくすがるい走りで、上のお兄さんのエネアードも多分そんな感じだったと思うんですけれどもね、やっぱ芝に行っていい瞬発力があるんじゃないかと思いますね。はい、その前の週芝本馬場入れて、確かに、一から11秒台で軽そうないかにもフットワーク見せてましたんでね、一周待ったことがどう出るかですけど、先週のね、新馬のメンバー結構強いメンバーだったと思うんで、そうですね、むしろ今週に回った方が、組みしやすいかもしれません、ね、と思いますね、おそらく。はい、で翌日に1008がありまして、こちらにも戸田厩舎からなかなか、感触の良さそうなレッドリベリオン、ステイゴールド3個なんですけど、一族はこれメジロドベルとかの血統に遡るんですよね。これは今週が1週前ということで本馬場入れたんですけど、トップオブスターズというもう少し先にデビューする、馬いるんですけど、それがいっぱいになるところを馬なりで圧倒したということで、楽しみですね。はい、ステイゴールドにすればすごく操縦が効くタイプ、戸田厩舎のステイゴールドはなぜか気性がいいというかそうですね、扱いやすい馬が多いですね。フェロンベのしかり、というところもありますんで、こちらも注目の一頭かなと、いう感じです。でメジロドーベルつながりでいきますと、この田村厩舎のアイアンセンスというのもいるんですけど、これもメジロ、こちらも祖母がメジロドーベルでお母さんメジロルルーを、目を怪我してしまってデビューできなかった、のがあるんですけど、その子供がデビューすると、こちらも田村調教師がなかなか、感触が良くて520キロ台の大型馬なんですけど、ちょっと、稽古も動いてますし楽しみかなと。園田の上で気になる馬どうですか。これ函館ですか。それ函館です。函館の心眼という気持ちが気になりますね。林オーナーの丸貝、これも結構評判がいいですよね。うん、調教師がいいコメントを連発してるような、僕は知りませんでしたけどインピンインビシブルスピリットスピリット3区、林オーナーらしいそうですね、なんか立東で松永記者が取材した話によると朝日杯を狙えるぐらいの、松田先生のコメントもあったということで、ちょっと注目かな。そうですね、という感じはありますかね。はい、今週はそんなところで、締めたいんですけど、どうですか、今年の2歳戦は。2歳戦ですか。まだこれからですかね。まだこれからですけれど、やっぱりマイネグラティアは僕は相当楽しみ。ダリア賞ね、負けて強しでしたね、新潟2歳ステークスですよね。確かに、そこハープスターツ評判も出てきますよね。新潟2歳ステークス、確かに楽しみ。かなりいいメンバー揃いそうですね。そうですね、そこに向けて、夏もう少し楽しんでいきましょう。はい、ありがとうございました。